蛇行を設けることによって水が本来流れたい軌道を作ってあげています。これによって水が増えても水路から溢れることはなく、水は気持ちよく流れてくれます。こんな感じにわざと蛇行させます。谷からの水が一旦ここに溜まります。そして流れて行き、水風呂に溜まります。水風呂には普段から湧き水が流れ込んでいます。湧き水は蛇行しながら山際を流れ下っていきます。